吉原講師先の図おさがめ筆、浮世絵、大田記念美術館所蔵。宮川おさがめとは、江戸時代の浮世絵師。宮川長春の門人、おさがめとごす。俗名、経歴ともに不明だが、弟子の中で唯一師である長春の長の字を画名に用いていることから、その実種である可能性が高いと言われており、あるいは、長春のこの長助のことかとも言う。画風は、 長春を踏襲し、強法から歓園にかけて、長春と同様に肉筆画のみを描く。今日残されている作品は、有利風俗画が大半を占め、長春に比べると、やや小ぶりながらも、不彩りは、丁寧にして細密であると評されている。遊女の美人画の他に、同じ構図の吉原講師先の図を数点描いており、この図用の絵を量産していたと考えられるが、 MOA 美術館所像のものと、浮世絵、大田記念美術館所像のものを比較すると、人物などの内容を変えて描かれている。長春は、吉原の絵を、菱川諸信の絵に習って描いており、さらにおさがめの、吉原講子先の図は氏である長春の、吉原図鑑などを元にしていることから、諸信、長春、おさがめとが題が伝えられたのが伺える。寛演三年に稲荷端。 狩野の家から長春が暴行を受けたのを起こりとする人情事件により、宮川派は、同門の宮川衣装が流罪となるなど大打撃を受け、おさがめについてもその後の消息は不明となっている。ありがとうございます。